はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは5等分の、ドキドキ夏休みデート ADV、 5等分の花嫁、彼女と交わす5つの約束。まあこれ上のドキドキ夏休み ADV は、まあ、ジャンル名ですね。で、2023年9月7日オンセールと書かれています。はい。で、彼女と2人だけの夏を描くオリジナルラブストーリーということなんですけども、これスイッチと PS4 のマルチ展開ですね。で、限定版いろいろ出るみたいですが、まあちょっとまずは、あれ、ちょっと待って、ゲーム内容ゲーム内容を知りたいんだよな。まあストーリー、ストーリーの方が下なんだ。まあいいや、はい。ということで、大学4年生の冬、上杉風太郎、どっち？東京から故郷へ向かっていた。道中思い出すのは大学1年生の夏休みのこと。東京の大学に入学し、勉学にバイトにと忙しい生活を送る中で、告白した彼女との遠距離恋愛は順調に続いていた。それでもやはりどこか満ち足りない日々。そんな中、夏休みに彼女が東京にやってくることが決まる。離れ離れで暮らす距離を埋める素晴らしい時間を共に過ごしたい。そんな思いを胸に、久しぶりに会える喜びや緊張とともに、風太郎風太郎は彼女を出迎える。果たして2人のデートはどんな結末を迎えるのだろうか、ということで、だから5人姉妹でしょ。で、それぞれとこう、まあなんか、誰かと、まあ、1年の夏休みに、なんかこう、関係性にあった人との、まあ4年生の冬の話っていうことなのかな？2限なのかな？ちょっとまあいいや、見てみよう。ゲームシステム。本ゲームでは上杉さんのね、と告白した彼女との大学進学後の、恋愛模様を描きます。ということで、そしてエンディングでは再び舞台は大学4年生の冬へと戻り、ここまで共に歩んできた彼女とのプロポーズを描きます。だから、そういうことか。1年生の夏の出来事っていうところは、この夏休みが終わる、まあ大学生ならまだ夏休み中かな、この時期に一応回想するんだ。で、回想した上で、で、その結果が4年生のエンディングで、あの、花開くって感じなのか。うん。結局これだ、どの子が誰なのか僕全然知らないんで、まあちょっと今なんかサイズが変わっちゃう。ということで、大学1年生編、ゲーム開始後、あ、これまだこっちが見たな。ゲーム開始後、学園祭の高野祭で告白した相手を選びます。デートの内容は5つ子たちの好みに合わせてそれぞれ異なります。ストーリー中の移動選択や文章選択でパラメーターが変化し、パラメーターによってエンディングの内容が分岐。彼女へのプロポーズが成功するかどうかはプレイヤーの選択にかかっています。うん。極めて本当にシステム的な話ですね。まあ、アドベンチャーゲームだから、まあ、よくある。で、どこにデートに行くかによって、まあ、デートでいいのかな、一応。あの、移動先によって、まあ、そこのにまつわる話があって、で、文章の選択肢でパラメーターが変化する。まあ、本当システムの話ですよね。で、大学4年生編。エンディングは10種類を用意。また、それぞれのエンディングを見ることで、エクストラストーリーが解放されます。これ10種類っていうのは、1人について10種類なのか、5人で10種類なのか、5人で10種類じゃ22222だもんね。まあいいや。エクストラストーリーの内容は近日公開を楽しみに。はい、まあいいや、これは。で、今週はシリーズ。あ、これは過去の出てるシリーズですね。これはどうでもいい。どうでもいいや。上杉風太郎ですね。はい、風太郎。毎回ね、もう何本も出てるから何本も僕見てるはずなんだけど、風太郎か風太郎、まあ風太郎だ。まあこれが主人公のプレイヤー自身ですよね。
で、それ以外に、これが、1か、2の、ミク、これは、四つ葉。で、これが、いつき。という感じですね。はい。読んだだけ。読んだだけですね。まあ、いろいろとあるな。で、まあ、ゲームの、ね、内容は分かったんだけど、まあ、特典情報かな。はい。で、今回は通常版以外に限定版。限定版っていうのは、限定版外箱、あれ、ちょっと待って。こっちの方がいいな。限定版外箱ゲームソフトと、新婚生活ドラマ CD 第2弾 ×5 枚と、B5 クリアファイル5枚組ってことなので、まあ、これはあれですね。新婚生活ドラマ CD 第2弾ってことは、多分、以前の何かしらのコンシューマー版の、五等分の花嫁のタイトルの限定版に多分ドラマ CD が入ってたんでしょうね。第2弾だから多分、本当にここ第2弾ってわざわざ書いてる時点で、まあ、ファン向けってところはよくわかります。はい。原作ファン向けね。で、限定版外箱とゲームソフト。これは多分、まあ、まあいいんですけど、多分じゃない、いいんですけど、新婚生活ドラマ CD 第2弾 ×5 枚組。前作、映画5等分の花嫁、君と過ごした5つの思い出で描かれた、結婚生活の続編。だ続編って言っちゃってるから、そのエピソードを知らないとちょっとこう、聞きにくいから、やっぱ、以前の持ってた方がいいってことですよね。で、今回のドラマ CD は過去2作とは異なり、ヒロインの音声だけのシチュエーション、ドラマではなく、上杉風太郎の音声も収録。各 CD ごとにの、30分以上、全3時間以上のボリュームでお届けしますということは、普通にね、30分の5個だと2時間半だから、だからまあ、40分近くあるのか、まあ、ばらつきがあるのか、まあ、とにかくそういう内容に、ぴったり30分って感じではないようなことですね。で、B5 クリアファイル ×5 枚組。通常版のメインビジュアルをあしらった B5 クリアファイル、5つ後それぞれのイラストを楽しんでいただけますということで、まあ、この辺は割と、コスト的に、そんなにこうコストをすごいがっつりかけてるって感じのものではないのかなというところですね。で、その次にね、スペシャルボックスってまあこれは一般の店舗では出てないやつなんですけども、こっちは、まあ限定版〇〇とアクリルスタンド5種類と缶バッジ6種セットっていうのがあって、これは Amazon と、マジゲットでいいのかなのこの2箇所、公式サイトかなんかでしか買えませんと。で、まあさっきのね、手からいくと、通常版と限定版の価格差がどうなってるかね。ということで、はい。タイトル、5等分の花嫁。彼女と交わす5つの約束。ジャンルがドキドキ夏休みデート ADV ということでね。対応機種が Nintendo Switch と PSO。またこの手のジャンルは PS5 が早いのか、まあそこ PS4 でまあ賄えるのかわかんないけど、そんな感じですね。だからまだこういうところでは PS5 っていうのは現役なんだなってわかりますね。まあ僕も PS4 現役だけどさ、PS4 が現役ってわかりますね。で、音声5つ後フルボイス。上杉風太郎パートボイス。だから、プレイヤーは上杉風太郎になって言ってるんだけども、一部のところではパートボイスが入ってくるよ、みたいな感じですね。で、発売日が2023年9月7日。価格が通常版が8580円税込みに対して、限定版が12980円税込みなので、4400円か。結構、あ、でもドラマ CD5 枚組だもんね。よくよく考えたらそうなるか。いや、普通だとほら、ドラマ CD1 枚と、まあ、クリアファイル。クリアファイルが 1枚だろうと5枚だろうと、そんなに、ね、ここはがっつり増える感じじゃないんだけど、まあ、ドラマ CD5 枚組って言われると確かにそんぐらいいっちゃうのかなってところですね。まあ、ちなみに、まあ、一部 Amazon とね、オフィシャルショップでしか買えないスペシャルボックスは19,980円ということで、まあ、ダントツ高いということですね。
で、セロ B12 歳以上対象です。はい。なのでこれはちょっと僕未だにね、その五等分の花嫁を、まあ、原作も知らない、よくわかんないんだけど、ゲームもまだ一個もプレイしてないんで、どんな感じになってるかわかんないんだけど、でも多分これって以前の限定版だとそれぞれ5人分別々のセットみたいな、あのおそ松さんみたいな戦法、おそ松さんもね、あの6人分別々でセットでこう限定版が出てたりしたけど、なんかそういう商法があったけど、今回それがないってことは、まあそういう今多分そんなにこうガーンって感じではなくなってきてるのかなという感じはするんですけど、まあただまあなんだかんだ言ってこういうのって誰か一人でも狙ってやってもその子しかやらないって感じじゃなくて、5人それぞれプレイするってすると、多分プレイボリュームは、エピソード的にはね、ボリュームあんのかなって、まあ単純にちょっと10人のね、10個のエンディングがこう1人10個なのか1人2個2個2個でこうグッドバッドかな、わかんないけど、まあグッドバッドだとしたら、まあグッドだけ見ればいいんだけど、いっぱいあるんだったら相当やり込み度はあるのかなっていう、まあそういうような感じで、どっちかよくわかんないんだけど、まあ僕自身はね、ちょっとこれに関わらずね、まあ何かしら五等分の花嫁を1個ねやってみたいなというふうに思いました。はい。これは別にわかんないです。はい。まあそんな感じかな。はい。